ついって。きついっす。あのさ、あの聞いてほしいんだけど、あの友達のエソールがあのちょっとこけちゃったんよね。こけただけなの？こけただけ。でこけて、まあちょっと悲しいんだけど、あの被害状況の確認だけしとこうかなと思って。ん？これを直すってなったらもうここはね、ここはっていうか。右側にこけとるよね、今回は、うんうんうん、右側にこけて多分ガーンなったんだろうね、うんうん、ここへこんどったりするよね、ここ塗装が浮いたり、あ、はいはい、ここもへこんど、これ多分当たっとるよね、これがコーンつって、まあ、だって当たっとるじゃん、もうこんな感じで当たっとるけ当たっとるけ、ハンドルも曲がっとるし、塗装も、まあ、シートもここ結構いっとるっすね、結構いっとる、で、ここステップとか曲がって、うん、もう結構いっとるじゃん、これほんまに事故じゃん。でこれとかはもう多分純正ないから、多分純正じゃないような気がするんだけど、うん、このタンク、そうね、塗ってありそうね。でももううちのやっぱ工事にちょっとあのやっぱその査定してもらわんといけんなと。査定？どういうこと？どういうこと？査定って、査定をするの俺が買い取るん、これ。いや、じゃこれとか、あ、見積もり、これとか直せるんかなと思って。へこんどるね、これはへこんどるね、ここも立っとる、これが、で、ここもここもいっとるね、うん、こことかもちょっと塗り直さんにいけるね、修理でいけるかね、修理でいける、これこれもう無理なんじゃない、こことかもシートがいっちゃってる。何が言ってんすか、結局分からんくなってきた何なんすか、これいや、どうなんかなと思って、これ何をさっきからモジモジしようんすか。いや、これどうなんかなと思って、で、その、うん、まあ、そのやっぱそのなんか長いな長いっすね。あの、酒井くんがさ、なんか長くやると習っとったやん。え、これ、この格好のスタイル、てかあれ真似てちょっとやったね、この帽子に上が短いね、バンダナして、うん、T シャツでこうシパみたいな、で、まあこうあれね、うん、兄貴が教えてくれたやつですね、うん、これバカにしてるわけじゃないよ、言ってること。いや、普通に多分これだったら T シャツが短いんよね、ここが短い、短い、見えちゃう、見えちゃう、短い、あれこれならできるよ、普段線形なんか斬新じゃね、うん、でも全然おかしくないですけどね、コウジさんの方は。あ、そうなんだ。 T シャツが長いっけ、長いよね、ここ。あ、長いけ、だからどっちかっていうと俺結構これもスタイル、このスタイルだったやん。やばいよ、もうそれやりだしたら。農家よ、農家や、農家よ。でまあちょっとこれ、うん、これ治るんかなと、ちょっと、ね、まあ、コウジじゃ多分もうどうにもならんレベルになったん、これ。そう、俺よりも多分いい人がおるかもしれない。で多分そろそろあの今日この工事じゃどうにもならんと、そう、なんかどうにかできるかなっていう人が遊びに来る予定ないね。あ、トールくん。どうもです。どうも。多分誰なんて遊びに来ました。誰なんてなってるかもしれんけど、まあこの多分チャンネルであのうちで動画出たい人いつでも来てくださいって言って。あの、トップバッターです。ありがとうございます。別に動画出たいけ来たわけじゃないでしょ。遊びに来たいけ来たい。いや、遊びに来て、遊びに来てくれたんや。あ、トルク、そう、あ、クッキーク。で、これこれ、はい、これとかこことか、はい、どんなですかね、もうやばいっすよね。いや、大丈夫ですよ、簡単ですよ大丈夫です。いけます、いけます、これ次第に。あー、はははは。じゃあ、ぶっちゃけその車何台分ぐらいでいけそうですか。マジのお豆ですね。35億っていう準備してたんで。じゃあいくらぐらいならいけますか。言わんほうがいいな。まあ、じゃあ、まあ、治るってことなんですね、これ。あ、全然、もう全然いい。こことかでも結構いっとるっすよ、こことか。縦やっちゃいますよね。はい。
パテやっちゃって。パテやって。全然。そんな画期的なもんがあるんですか。じゃあこことかも、こことかどうします、もうこことか、ま、これ塗り直、これ塗り直すっすか、塗り直しが思いっきり削ってパテです。いやパテ、パテってじゃあ何でもできますね。ま、じゃあこことかどうします、こことかこれなんかこうこれも思いっきり削ってパテ。パテで全部パテでやっちゃいます。マジか、レベル高っ。これここでは青木さん専門じゃないですか。いやもうやめたんですよ僕そういうの。あもう、はい、外注で。はい外注でも全部パテ。パテでよろしければ、はい、全然。ここ工事だったらどうする、ここ工事くんだったら。これもパテで作る。みんなパテや。みんなパテで直す。これもパテいけますよ、ここも。全部パテで何でもできますよ。マジ？じゃあこれ、これ兄貴パテで。兄貴パテで。じゃあこのバイク、あのなんか CBR とかにしたいんですけど、どうしたらいいですか？できます。何で行くんですか？CBR。はい。このバイクを CBR にしようと思ったら何で行くんですか？な何で行くと何で行くってどういう意味ですか？なんか、これを CBR にしする場合どうしたらいいですか？オイルクーラーどうですかね。あんま分からないですよ。パテ、パテ、そんな引っ張っていいんですか？まあじゃあここは、はい、ありがとうございます。じゃあここは治るっていうことなんで、治るっすよね、はい、治るんだったらじゃあいっか。え大丈夫君たち大丈夫大丈夫、事故よ今だいぶ。いやいやまだいけるって、ちょっと一旦抜けるけど、ちょっとこの話。なんでなんでなんで、えもう結構、もう結構頑張ってるね、うん、中村くん喋っていいよ全然。これだってノーカットっすよ、これ全部入ってるっすからね。いやいや言うな、いやいや。いやいや、そんな感じ、そんな感じなんですね。じゃあなんかなんで聞きよるんですか、そもそも。あなんかそのあれ言ってもいいですか、はい、あのはい、大丈夫か。山形県から今回遊びに来られて、はいはいはい、はいはい、山形ってまずどこですか。庄内です。庄内、庄内、庄内、山形。山形知らん。いや知っとるっすけど、なんかスーって流したけんさ、うん、いやその流すとこじゃないかなと思って。あの七瀬くんがじゃん、七瀬くん、福島の、うん、福島ね、左上。距離は、距離は1100、200、300ぐらいじゃない。あのもう高速でそれぐらいじゃない。1200ぐらいじゃない。1200ぐらいですよね。そうです、大体僕らが行った距離よりももっと遠いってことですか。まだ遠い。もちろん高速で来られる。下で来ました。下出たんです。やばいね、さすがにやばいわ。さすがにやばい。それはちょっとやりすぎてる。行き過ぎてるっすね。行き過ぎてる、危ない。で、なんか、個人でもやられてるんですよね、うん、個人でやってますね、いろいろやってます。アーティスト系ですよね、はい、ストール君アーティストなんだって、はい、塗装やら、ピンストやら塗装、ピンストやってます。すごかった、見せてもらったね、見せてもらったな。 YouTube も やられてて、ゆるく、ゆるくです。でそこでなんかやってることも載せてますもんね。ちらっと載せてますね、短めでやってます。ナイスコロエ、初顔出しです。初顔出し、ナイスコロエ。当然ならショルダーさんの方でハオカツ出しさせていただいて、ありがとうございます。全然ですよね。いい、山本さん声張ろう、通らんよ声。すみません。うわ、変な感じで入ってしまった。ちょっとここ立ってみて、はい、どんな感じか。どんな感じ、買ってみて。これちょっと回してみて。めちゃくちゃなこと言う。いけるいける。喋るときはちゃんとカメラを見て。俺初？今日。で声張った方がいい。遠くなるけどさ。あ、そうですね、はい。俺意外にさ、声張っとるじゃん。うん、まあ、声張ろう。確かに。日頃から声張っとるっすよね。声張っとかんと。取らんのよ、音が。あ、せっかくそのトール君も遊びに来てるんだけど。
これ公開で怒られてるんですよ。山形から来てくださって、ね、ご自身でいろいろ絶対逃がさんご自身でいろいろペイントとかそういったアーティスト活動もされてらっしゃるんで、で初めてご自身のチャンネルではあのテロップのみでのが多いらしいんですけど、今回初めて来てくださったということでわざわざ顔出していただいて、で売名っぽくないですか？いや全然大事です、ほんまに、はい、僕全然緩いんで僕らの方が緩い、今緩い、今緩い、右手もこれですもん、もう僕らが緩い、まっすぐ立てないですもん、はい、もう YouTube 波切ってる波切ったらすぐ YouTube 波切ってる、はい、なんでせっかくだったらあの出ていただこうということで、無理くりその、はい、ストーリー今無理くり作ってそうです、怖い仕上がりになったの、いきなりね、治るか治らんか言われて、僕も離れて見てたんですよ、これ出たら事故るなと思って絶対に今じゃないと思ったんですけど、出ろという、はい、まあその時は何でもパテで直しますパテで、そうですね、削ってパテでいきます、大体いきます、そうです、パテの便利さをパテの便利さを伝える動画ですよね、その同じ車両であろうと、はい、深めに削ってパテで、はいはい、お願いします、いけますという、あの8月25日のゴーストラン来られますか、行きます、福島県で、俺と酒井くんとあの浩二くんは行く、行きますそれちょっと僕予定を七瀬さんにお会いしたかったんですけど、予定があるのそうそうそう、あー、夏の夏の湘南の方来ないんですけど、ね、ちょっとフェスの僕は地元のフェスに参加させていただいて遊びに行くので、すいませんでした、あれか、あれ、あれ来る、ポイ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 、フル平成やね、来んでしょうね、アヤマンジャパン、アヤマンジャパン、それが出てこんかった、アヤマンジャパン来ない、アヤマンジャパン呼ばれない、じゃあ俺らはじゃあまた福島でガッツ、そう、この皆さんは、うん、そうです、これでいけると思う、中丸君はフェスそれ、リアルや大事なフェスがあるよね、大事なフェスにちょっと行かせて、どこ行くん、山口県のワイルドバンチっていうフェスに、あ、はい、今回、はい、記念すべき10回目の、あ、そうなん、はい、何日目行くんすか、1日目、2日目の予定です、じゃあ行ったら中間さんに会えるんすね、あ、嫌な言い方いいですねめちゃくちゃ嫌な言い方自分で言ったらいい、自分で言ったら、いやいや、そんな誰だか、誰だか友達だ、友達いいです、友達ねそんなになに、なにこれひどい動画なんで、福島で皆さんもう一度集まるみたいなので、うん、ゴーストラン楽しんでいければ、はいはい、はい、ありがとうございました。